皆さんこんにちは。絶賛リバウンド中の漁師浜優です。まあ、なんでリバウンドしてるかはね、次の休日の動画でお伝えしたいと思います。で、久しぶりにこのセリフを言うかもしれませんが、本日の漁師飯の食材がこちらです。はい、こちらボラです。まあ、ボラって言っても冬の間は寒ボラって言って、すごく臭みも少なく美味しくなります。そしてこちらのボラを締めてきた映像がありますが、若干ね、見る人によってはグロいのでご注意ください。レッツゴー。はい、それではボラを早速締めていきたいと思います。注意してもらいたいのが、今回かなりショッキングな映像となっておりますので、血を見ると気分を悪くされちゃう方や、グロテスクなのが苦手な方は飛ばしてください。で、ボラの締め方なんですが、僕たちはボラの首を持って折って締めます。おそらく締め方については賛否両論分かれると思いますが、まあ、多い時では100匹以上ボラを締めることもあるので、この一番効率的、そして血もしっかり抜けるやり方でやっていきます。それでは皆さん見ていただきましょう。グロいの苦手な方は絶対飛ばしてください。しっかり血抜きはします。そして血を洗い流します。以上です。命に感謝していただきます。はい、そしてボラの名前の由来ですが、腹が太いという意味のホハラから来てると言われています。ホハラが変わってボラになったわけですね。で、ボラは出世魚で、小さい時、まあこれぐらいの小さい時はイナと言います。はい、で今日はこちらのボラを炊き込みご飯にしたいと思います。レッツゴー。はい、じゃあまず鱗を取っていきます。ボラの鱗はですね、このように鯉のようです。で、1枚こんな感じで、なかなか大きくあります。じゃあいきます。いや、ほんとこの鱗取るだと全然跳ねないんですよね。ちょっとスポンサーになってくれたら嬉しいんですけどね。ね。で、ボラの頭ってめっちゃ硬いんですよ。ちょっと叩きますね。ほら、めっちゃ硬いんですよ。もう鋼鉄みたい、刺さらない。だから首を折って締めると、いいんですね。はい、じゃあ鱗が落とせました。じゃあ次は頭を落としていきます。で、まあ、なるべく苦玉を割らないように、まあできれば絶対で返して、こっちも切り込みを入れます。で、切り込みが入ったら、タイと同じように首をもう一回折ります。腹を切っていきます。で、内臓を取ります。はい、内臓と頭が取れました。で、冬はね、釜も美味しいので、ほら、身あってめっちゃ綺麗でしょ。だからね、釜もしっかり取って炊いて食べたいと思います。では先に釜を取っていきます。で、釜取る前に、皆さんもうご存知の方多いと思いますが、ここにですね、へそが入ってます。で、まあこのニガ玉を、ニガ玉近いな、仮にニガ玉が潰れてもいいようにちょっと流しながら外していきます。はい、内臓とへそに分けることができました。ニガ玉も無事に潰さずに済みましたね。はい、そしてこちらのボラのへそ、ソロバンとかっていう呼び方もあるみたいなんですが、正式名称は、言い方ってるか分かりませんが、ユーモンらしいです。で、まあ何をするかというと、この中にですね、泥を取り込んで有機物と、まあ、泥に分ける仕組みがあるそうです。この中ですごいですね。で、こちらのボラのへそ食べれるので調理していきます。まずここら辺ちょっといらんとこを切ってですね、で、またこれを半分に切ります。で、やっぱ泥を食べてるんで、ここら辺が非常に汚れてます。包丁で切り取っていきます。はい、こんな感じで包丁で綺麗に切り取りましょう。で、反対側も切り取ります。ちょっと残ったね。よし、
はい、こんな感じ。で、臭み消しえぐみ取りに日本酒につけときます。で、なんで今日ボラで炊き込みご飯をするのかというと、昔はボラやシクチや取れたらいつも炊き込みご飯にしよったんやっていう話をね、おじいさんから1562回ぐらい聞いてるんで、もう今日は炊き込みご飯してやると思ってね、やっていきます。で、頭は普通に落として、で、エラ取ります。で、エラの膜を切って、切れとるな、ほとんど。で、まあここ落として、で、エラを切り取ります。で、調理しやすいように切っていきます。はい、出ました。で、これを洗って、明日の朝ごはんにしたいと思います。はい、じゃあいよいよ三枚におろしていきます。もうね、お腹洗って、まあ水気も取りました。はい、じゃあやっていきます。松岡式で背中から入れていきます。ここら辺に、このヒレがあるので、ここを目印にやっていきましょうか。いた。はい、ここまでいったら返して、尻尾も入れていきます。よいしょ。で、入れて、で、中までいったら包丁通して、で、こうして、こうです。よいしょ。で、一旦栄養補給して、反対やっていきます。で、反対は分かりやすいように説明しながらやっていきます。ここから辺から入れて、で、ガイドラインを引いていきます。骨に当てながら、包丁を下方向に力を加えてやっていきます。で、中までいったら、ここちょっと逆さ包丁入れて、で、返す。で、ここに切れ込みを入れて、切れ込みからずっとこういきます。で、ずっとこのヒレの上をいきます。で、同じように骨に当てながら、ここら辺から包丁を向こうに通してあげて、で、引っ張ります。で、反対に切って、これでさばけます。で、今日は骨も出汁にするので、しっかり切っていきます。で、硬い骨はですね、こういう軟骨、骨と骨の間にこんな銀色っぽい軟骨があるので、ここをね、ここは柔らかいんですよ。で、切ってあげる。で、簡単に切れます。逆さ包丁を入れていって、ここら辺からなるべく包丁を横にしながら入れていきます。はい、こんな感じです。これも出汁。はい、で、ここまで来ました。ここまで来たらあれです、皆さん、はい、せーの、バットー。はい、じゃあ皮を剥いでいきます。もうね、血合い骨取らずに皮を剥ぎます。ここらからクククッと入れて、で、入ったらズイズイズイっと、はい、はい、じゃあ血合い骨を取っていきます。血合い骨はここにある、1本ここら辺まで通ってる骨ですね。で、ここら辺はないので、ここらから入れて、こっちをこう取ってあげる。で、この血合いも出し、まあ、せっかくなんでちょっとだけ刺身にしましょうか。はい、完成しました。魚付きマサルさんに教えていただいた偏り盛り付けです。偏ってますね。で、まああとは半分ずつに切って、これで準備は完成。じゃあ、だしに使うやつをお湯で洗います。本当は熱湯の方がいいんでしょうけど、まあ僕そんな気にならないんで、これぐらいでいいです。しっかり血とかはね、洗って取っていきます。鍋にも入れて、で、同じくお湯を入れていきます。じゃあ、こいつを沸騰させます。で、土鍋に米3合を放り込みます。で、ここに2倍濃縮追いがつお 50ml、 塩少々、で、酒も50ぐらい。で、30分ぐらいできたら、これを止めて、
と入れ物に出します。はい、最高のスープ。はい、でだしを 300ml。 カメラによったら盛大にこぼれましたね。でこれをご飯の中に入れて、で先ほどの切り身を適量入れていきます。で昆布も、で蓋をして強火で10分、片付け15分、といったところですか。知っとるかなみんな。ボラのへそ入れるのを忘れてました。緊急事態です。どうしてもね、土鍋じゃ焦げちゃいそうなので、これもうちょっと焦げちゃいました。ちょっとフライパンにチェンジします。うわ、あーちょっと焦げてんな。ん？水が少ないのか。ちょっと水の量めっちゃ間違えとるわ。でさっき調味料合わせて300ぐらい入れたので、もう200水入れていきます。でちょっと見た目は汚いですが、ほぐして、で色が薄いんでちょっと醤油を入れて加熱していきます。うまくいくように頼むぜ。水気がなくなったら火を止めて10分じらします。じらすじゃねえわ、蒸らしますだね。プレーにいらんこと言わんとこ。はい、じゃあ10分経ちました。途中変なことになりしっかり炊けてるか不安ですが、オープン。どうだろう。とりあえずこいつを出します。で混ぜていきます。おで魚のいい香り、でおこげももうちょうどいい。本当にこれだったら最高だね。ついでいきます。今日ぐらいは少々食ってもええやろ。でここにネギ、小鳥でわさびはないので醤油だけ。じゃん、完成しました。ボラ定食、ボラの炊き込みとカンボラのお刺身です。エビス、エス、エス、はい、はい、それではいただきます。いや、めちゃくちゃ美味しそうですよ、このご飯。ご飯っていうか炊き込みご飯。うん、最高やな。じいさんがね、昔の人はボラは炊き込みばっかりやって言ったのがようわかります。これめちゃくちゃ美味しいです。このだし、だしというかな、ボラからのだしかな、めっちゃくちゃ出てて、味米一つ一つに染み込んでてめっちゃ美味しいです。うん、あ、うまっ。ビールが止まらんぜよ。でこのカンボラの刺身ですね、今いっぺんにいっちゃう。うん、シコシコした歯ごたえに程よい甘みで、臭みなんか全然ありません。もう最高ですね。これ寝かしたら多分めちゃくちゃうまいと思う。いや、ほんと最高ですねこれ。でこの飯にのっけていただきます。うん、合う。はい、じゃあ完食。そしてごちそうさまでした。はい、皆様最後までご視聴いただきありがとうございます。てかそういえばね、ボラのなんかあのへそ忘れてましたね。あがんな、こういうとこですね。ちょっと気をつけますね。まあでもボラの炊き込みご飯ほんと最高でしたね。おじいさんが昔から言うだけのことはありました。
皆さんもぜひ、ボラを見かけたらやって、ボラというか、まあ、白身魚でもいいと思います。見かけたらぜひやってみてください。じゃあありがとうございました。じゃあね、バイバイ。